21丁目、クイーンズブリッジ駅は、クイーンズ区クイーンズブリッジの21丁目から41番街、交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、IND63 丁目線の駅である、F 系統が終日停車する。ホーム上の連絡通路1989年に、駅は開業したが、この際には、終着駅であり、休系統が平日に、 B 系統が週末に運行されていた。また、開業当初は JFK エクスプレスも使用していた。終着駅だった時代、クイーンズ区の多路線への接続はなかった。その後、1994年から IND クイーンズブールバード線との接続線が建設され、2001年に開業した。この際に停車系統が現在の F 系統になった。 エスカレーターエレベーター駅の改札が東端1カ所のみで各ホームへは古線橋と階段、エスカレーター及びエレベーターで連絡している。ホーム壁や床はレンガとなっており上部に21ストリートクイーンズブリッジと書かれた駅名標が設置されている。また駅はエレベーターがあり ADA に対応している。 改札外には21丁目から41番街、交差点北東に階段が2つ接続している。また、同交差点北西に通じるエレベーター1機とエスカレーターが設置されている。駅は、クイーンズブールバード線と接続される前は、フラットブッシュアベニュー、ブルックリンカレッジ駅と似た、相対式ホーム2面2線の終着駅だった。 1989年から2001年までは29丁目付近の車止めで線路は終わっていた。駅西側の点鉄機はその名残である。駅東側の線路跡駅の東側の線路はかつて直線で29丁目付近まであったが、現在は駅東側からかつての車止めまでの間で左に分岐する。これはかつてクイーンズ長急行の計画があったためで、 フォレストヒルズ -71 番街駅まで行く予定であった。現在のベルマウスは2層で、線路跡は T1A および T2A と称される。仮想会はイーストサイドアクセスで使用され、サニーサイド車両基地へと続く計画である。駅の西でイースト側を潜るため、トンネルは2層構造となる。2016年は300万9540人が利用した。 よって、平日に9779人利用していることとなる。ありがとうございます。